はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は写真管理の技を紹介していきたいと思います。皆さん、写真アプリの中ぐっちゃぐちゃになってませんか？特に女子、アミティ先生もぐちゃぐちゃになっておりました、昔。で、昨日ですね、ちょうどイベント登壇してきて、NFT のね、イベントでトークセッションさせてもらったんですけど、そこでもですね、もうめちゃくちゃ写真を撮ってきました。やっぱりね、記念に撮りたいっていうのと、あと私 SNS でね、たくさん投稿しなきゃいけないので、まあ Twitter とかインスタ用の写真をもう撮りまくるんでございますね。で、その日の午前中はですね、私、キッズの授業がございまして、iPad Mate Kids の授業でですね、そこでももうたくさん写真を撮ります。もう毎回毎回写真撮ってですね、それを記念に残してね、キッズたちがいつか大きくなった時にその写真を一緒に見返して、ああ、この頃は楽しかったなというような感じでたくさん写真を撮ってるんですけど、そうするとですね、もう写真アプリの中がもうすっごいことになるんですよ。多分みんなも分かっていただけると思います。女子はですね、特にこういうのめっちゃ苦手。整理するのめっちゃ苦手なんですよ。で、まあ、そういう写真をですね、どうやって私が管理してるのか、綺麗にまとめてるのかっていうのを紹介していきたいと思います。使うアプリはですね、ライトルームでございます。前回の動画でもですね、ライトルームめっちゃ使ってるよっていうね、話をしたので、ぜひ見てほしいんですけど、今日は実際にこのライトルームでどうやって写真管理をしてるのかっていうのを紹介していきたいと思います。はい、これが昨日の写真ですね。もう昨日の写真だけでこれぐらいいってますね。それをもうほぼ毎日やってるともう大変なことになるんですけど。まあ昨日はですね、トークセッションをさせてもらいまして、まあすっごい人が来てる中で NFT のね、どうやってやってるかとか、こういう運用してますよみたいなお話をさせてもらったんですけれども、であとはサインもね、いろいろさせていただきましたね。なんと iPad にサインをさせていただくという、本当にもう恐れ多い。こちらは iPhone にもサインをさせていただきましたし、名刺入れにもサインをさせていただきましたね。まあこの写真だったりとか、あとキッズの写真ですね。昨日はコースター作りをやりました。こんな感じで iPad で描いたイラストをですね、丸型に作って、それをみんなでチョキチョキ切って、で持って帰るみたいなワークショップをやったんですけれども、そこでもですね、もう本当にキッズたちたくさんいいのを作ってくれたので、パシャパシャ撮りました。であと私は自撮りも多いですね。自撮り、恥ずかしながら自撮りもたくさんさせていただきまして、こういうジニーちゃんとの写真もたくさんの撮りますね。はい、こういう感じでキメキメでジニーよりも可愛く映ろうとするアミティ先生でございますけれども、はい、こんな感じでたくさん撮っております。じゃあこれをですね、写真アプリの中では管理できないので、ライトルームで管理していきたいと思いますね。ライトルーム、こんな感じの画面になっております。例えば2022のところを押すとですね、アルバムという単位で管理するんですね。ライトルームは、まあ、フォルダをアルバムと呼んでます。で、これが一個一個アルバムなんですけれども、例えばじゃあ最近行ったアンディ・ウォーホールのこのアルバムがあります。ここタッチするとアンディ・ウォーホールで撮った写真がこんな感じでたくさん出てきますね。で、例えば他のだと NFT オフ会、NFT オフ会で撮った写真がもう大量にありますね。で、まぁ、こんな感じでですね、日付ごとに分けて、作ってるんですね。こうするともうその時の写真が一発で見れるっていう感じになってるんですけど、まあ、これをね、どうやって作るかっていうと、まずですね、一番最初の階層に年代があります。私2014年からこのライトルームを使い続けてるんですけど、まあ、2014年、2015年フォルダみたいなのがたくさんあります。じゃあちょっとこれのフォルダをまず作りましょう。プラス押して、フォルダーっていうのを押します。フォルダー。じゃあ2022にします。仮としましょう。そしたら2022年仮が出てきましたね。これが、フォルダーになります。これタッチします。で、そうすると、アルバム作ってくださいっていう風な画面が出てきます。で、アルバムっていうのはさっきのボックスみたいな感じのやつですね。じゃあ、ここタッチします。で、日付を入れるんですけど、私はですね、年、2022年、11月の、じゃあ26で、ここにタイトルを入れます。iPad Mate Kids 日曜ミートアップで、OK します。そしたらですね、ここに iPad Mate Kids のアルバムが出てきました。じゃあもう一個作りましょう。アルバムを作ります。2022年11月27日と NFT ジャンキーズフェスで OK ボタンを押します。で、そうするとですね、今アルバムが2個出てきました。
で、このアルバムの並び順っていうのは絶対日付というか、ここの数字が若い順になっていくんですね。まあそんな感じで日付順で並んでいくので、これで立ててどんどん見れていくっていう感じですね。で、じゃあここの iPad Mate Kids Meet Up の写真を追加していきましょう。このプラスボタンからカメラロールからいきますね。で、そしたら自分の写真アプリの中が出てきます。で、ここで日曜ミートアップのやつを全部選択します。こうスルスルスルっと全部選択できますので、はい、これで追加をします。そしたらここに追加されていく。ジャンキーズフェスも行きましょう。ジャンキーズフェスもカメラロールの中から全部選択して入れていきます。はい、で、こんな感じで全部追加できました。で、もちろん編集もできますね。ここの状態で編集もできます。編集するときはここですね。ここのさっきレビューになってたやつをここ編集にすると、ここがライトとか色調整のモードになるんですね。なので私はここで明るくしたりだったりとか、ちょっと色を変えたりしますね。色をおしゃれな感じで変えて、よいしょ、こういう感じかな。ちょっと寺子屋に合うアンティークな感じで持っていきたいので、いつもやる加工が決まってるのでですね、こうやって、はいはい。で、まぁ、こんな感じでですね、もう全部ライトルームにもうぶっこんじゃうんですね。で、もうここに入れ込んだら私は写真アプリの方は全部消しちゃいます。なので、できるだけ早くもう写真撮ったその日とか次の日とかにも全部ライトルームぶっこんで、あの写真アプリは消すっていう感じにしてますね。そうしないともう上の方のやつの写真を忘れていってしまうので、何撮ったかすらもう忘れてしまって、あ、こんな写真撮ってたな、あー、これ SNS に上げればよかったな、そういうこともね結構あるので、あのできるだけ早く写真管理はした方がいいと思います。 iPad もライトルームがね、アプリがあるので、 iPad で撮った写真とかイラストとかもね、あの私ライトルームにぶっ込んでるので、ちょっとそれも見せたいんですけども、これ iPad ね、もうこの2022年仮っていうフォルダが同期されてるので、もうこっちに勝手に反映されてます。で、何をしたいかっていうと、このジャンキーズフェスでね、 iPad Mate NFT のホルダーさんたちがこういうイラストを描いてくれたんですよ。で、この描いてくれたイラストを私は iPad の中にですね保存しております。どれかというと、はい、写真アプリね、基本的に iPad はイラストとかが多いので、まあこういうねイラストを保存してるわけなんですけれども、このイラストとかも全部ライトルームにぶっ込んでいきますね。ぶっ込んでるっていう、あんま良くないね、入れてるにしますね。はい、ジャンキーズフェスね、ここ新しいアルバム作ってもいいけど、ジャンキーズフェスの中にも入れていきましょう。プラスからカメラロールですね。で、もう全部選択していきましょう。 OK、 追加、はい、追加された。こんな感じ。そうするとですね、もうジャンキーズフェスの後から見返したいものたちが全部ここに集まっているという感じになります。 iPad で保存したなとか iPhone で保存したな、あれ、あの写真どこだっけみたいなことは全くなくなりますので、このやり方にしてから本当にもう管理が楽になりました。私は自分用のライトルームのこのアルバムがあるんですけど、もう一個別に iPad Mate Kids のライトルーム管理用のがあって、そっちはその iPad Mate Kids の必要なものとかが全部入ってますね。生徒たちの作品とかももうライトルームで管理してるんですけど、まあそんな感じでイラスト管理するにもめちゃくちゃいいので、あのイラストたくさん描く人もぜひですねライトルーム使ってほしいと思うんですけど、ライトルーム、アドビのソフトですね。アドビといえばサブスクでございますね。サブスク嫌いな人、 I know 買い切りが好きよね、みんな、わかる。だけどね、サブスクでも買うべき。あのイラストレーターとかフォトショーとか別にどっちでもいいと思うけど、ライトルームは混ぜて写真撮る人は買った方がいいと思うんですけれども、あのお値段ねちょっとややこしいんですよ。ご説明させていただきますね。Adobe のコンプリートプランっていう全部の Adobe のソフトが使えるってやつを、入会すると6000円ぐらいで、まああのライトルームも絶対使えるようになるんですけど、まあみんなそこまでね必要ないっていう人もたくさんいるので、ライトルームだけっていうプランだがあります。それがですね、ライトルームプランで月1000円ですね。で、1テラバイトの、容量があります。ライトルームね、さっきぶっ込んだやつがですね、ぶっ込んだ中の1テラバイト、保持してくれてるという感じになりますので、それが1000円ですね。で、フォトプラン。
がありますね。これライトルームと、フォトショップ2つ使えるってやつで、それの20ギガが1000円。で、1テラにすると2000円になりますね。この3つから選ぶことができます、ライトルーム。まあ、写真管理、Google フォトでやってる人もいますね。でも Google フォトも最近有料になりましたよね。なので、Google フォトにするか、ライトルームにするかという感じなんですけども、写真編集がね、さっき言ったようにめちゃくちゃプロ並みの写真編集ができるので、まあ、クリエイターだったら運を言わさずライトルームでしょうと私は思っておりますね。はい。ということで、ちょっとね、サブスクを、おすすめするのは気が引けるんです。最近私、コメント欄とかでもサブスクを紹介するなと。なんでいいじゃん別に。有料アプリを紹介するとちょっとあんまりいい印象を受けないので、私もですね気が引けながらやっておりますけれどもですね、本当にそれでもお金払ってでもライトルームを使った方がいいよということで紹介させていただきました。ぜひ面白かったらですね、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。バイバイ。